はい、どうも、白熊先生です。今日のヤバいニュースはですね、令和の野間猫騒動が起きてしまったことに関するニュースになっております。はい。これ何かというとですね、アイドルであるですね、劇場版ご機嫌帝国オメガというですね、アイドルグループがいるんですけども、そのアイドルグループがですね、ネットの中ではめちゃくちゃ浸透してる、誰もが知ってるですね、まあ、流行ってるワードがあるんですけども、そのワードをですね、なんと、商標登録してしまったんですね、勝手に。はい。つまり、このアイドルのものにその言葉がもうなってしまったんですよ。はい。で、そうなった結果ですね、もうこのですね、言葉を使うには、いろんな権利だったりとか、お金だったりとか、そういったことがですね、発生する形になってしまったんですね。うん。で、そこに関してですね、これはお前らの元ネタじゃねえだろ、お前らが作り出した言葉じゃねえだろというですね、今大バッシングが起きています。はい。今回の動画はですね、それの詳細、そしてですね、これと同じことって実は平成にも起きてるんですね。それがですね、野間猫騒動というんですね。はい。これも合わせてですね、ちょっと解説して、そして野間猫騒動は最終的にどういう風に落ち着いたのかね、そして今回のですね、令和の野間猫騒動されているですね、このね、劇場版ご機嫌帝国オメガが起こしてしまったこの騒動は、どういった決着を見せるのかということに関して、まあ僕なりにですね、いろいろと話の方を、していきたいと思います。はい。まずですね、言っておきたいのが、この商標登録って何かっていうと、何かしらの言葉だったりとかそういうのをですね、登録することができるんですよね。はい。で、そうすると何が起きるかっていうと、もうその人たちのものになるんですよ。はい。だから権利がその人たちのものになるんで、例えばですけども、その言葉を使った商品とかを作りたいんだったら、そこにね、ちゃんとですね、お伺いを立てないといけないし、まあ場合によってはですね、利用させてもらうものとしてお金を払ったりとか、うん。そういうことがですね、必要になってくるんですね。はい。でですね、こういうのって芸能人とかめちゃくちゃ、まあ、芸能人というか事務所ですかね。芸能事務所とかはめちゃくちゃこの辺気をつけてるんですよね。はい。まあ、言ってみたら、その芸能人っていうのは芸能事務所からすると自分たちのですね、会社の商品なわけですよ。はい。だからですね、その辺のですね、権利関係とかすごく厳しいんですよね。はい。だから、例えばですけども、自分のところのタレントがですね、別の番組、で出てない番組で何か話に乗った時に、ピョンってこう写真が出る時とかあるじゃないですか。ね、あの写真を出す時もですね、きちんと番組側はそのですね、その事務所にですね、誰々さんの話が出て、その時にこのね、顔写真使っていいですかとか、きちんとですね、ちゃんと、ね、許可取ってるんですよね。はい。勝手に使っちゃダメなんですよ。はい。で、それに対してネット界っていうのは結構その辺が緩いと言いますか、うん。いわゆるですね、ネットって何がそうかっていうと、そのね、何かしらのですね、人気ワードだったりとか、それが出たりするとですね、それをですね、みんなこぞって使うんですよね。はい。まあ、いわゆるですね、二次制作と言いますか、そういうものが盛んなんですよね。はい。これプロアマ問わずなんですよ。いろんな人がそのワードを使って、まあ自分なりの絵を描いたりとかですね、まあ最後のオチに使ったりとかめちゃくちゃするんですよね。はい。で、だからこそですね、ネットって結構発展して広がりやすいものがですね、うん。ブームとかが起きやすい、その展開が早いなんて言われてるんですけども、それをですね、勝手に商標登録して自分のものにしてしまったというアイドルがいるという話なんですね。はい。じゃあこれどういうことなのか、ちょっといろいろとね、大事なところ話していきたいと思います。はい。まずですね、この劇場版、ご機嫌帝国オメガってアイドルユニットがいるんですけども、これがですね、ネット上で親しめられてきたですね、これネットミームって言うんですね。先ほど言ったそのネット上で親しめられてる誰もが知ってる言葉、これネットミームって言うんですけども、このネットミームでですね、人の金で焼肉食べたいっていう言葉があるんですね。はい。これどうですかね、皆さん聞いたこととか、見たことくらい、一回くらいあるんじゃないですかね。うん。僕もですね、これ見たことは一回くらいあります。はい。人の金で焼肉食べたいっていうね。はい。だからこれをですね、まあ、いわゆる自分が描いたこう4コマ漫画とかそういうね、ショート漫画とかのオチに使ったりとか、あとはこう自分の好きな漫画のキャラクターとか、アニメのキャラクターを自分で模写とかして、そのキャラクターに言わせたりとかですね。うん。だからみんなのものみたいな感じで、一個のワードとしてですね、流行ってたものなんですね。うん。で、これを勝手に商標登録してですね、このアイドルのものにしてしまったから賛否両論があるということなんですね。はい。で、これでですね、ことの発端だったのは何かっていうと、このメンバーのですね、リーダー的存在であるですね、この白畑一穂さんという方がいらっしゃるんですね。はい。この一穂さんという方がですね、1月の27日にツイッターにですね、ある投稿をしたんですね。はい。それは何かっていうとですね、この度、人の金で焼肉食べたいを商標登録しましたと報告したんですね。はい。で、そのですね、証拠の写真をアップして、今後 T シャツなどのグッズなどは弊社が商標権 を所有しておりますので、これを機に人の金で焼肉食べたいグッズを作りたいという企業さんがおりましたら、ぜひご連絡くださいと呼びかけたというわけなんですね。うん。はい。でですね、このご機嫌帝国はですね、2017年にこの人の金で焼肉食べたいというですね、この曲名の曲をリリースとかしてたらしいんですね。はい。で、その後ですね、この人の金で焼肉食べたいと記された T シャツなども販売していたと。はい。ただですね、このワードっていつ出てきたかっていうと、2011年初めにですね、ツイッターに投稿されて、2012年頃からですね、ネット上からミームとして拡散されたと。はい。だからですね、これまで多くのネットユーザーに親しめられてですね、普通に企業さんだったりとか、あと個人さんとかがですね、
ッズなどをですね、自由に販売してきたってことなんですね。このワードを使って。うん。2012年頃から。はい。で、ご機嫌帝国さんがそれを今回商標登録して自分のものにしてしまったというわけなんですよ。はい。で、そのためですね、ネットからはですね、自分で発祥した、要は自分発祥のワードでもないのに、なんで商標登録してるのとかですね、ネットミームを商標とかって権利主張するのはずうずうしいよとかですね。はい。そういうふうなですね、批判がすごい今飛んでるわけなんですね。うん。でですね、これに関してはですね、一部のユーザーからは、ね、ですね、ネット、令和の野間猫騒動なんて言われてるんですね。はい。皆さんこれ野間猫騒動って覚えてますかね？はい。まさに今回起きてしまった騒動なんですけども、昔ですね、2チャンネル上でですね、アスキーアートのキャラクターであるですね、モナーっていうですね、キャラクターがいたんですけども、そのモナーにですね、告示したキャラクターをですね、ABEXが野間猫として勝手に商用キャラクターにしちゃったんですね。はい。で、これをですね、商標登録しようとした結果ですね、多くのネットユーザーから ABEXに対して大バッシング起きて、結局ですね、商標登録は断念されたということなんですね。うん。まあ、なのでですね、今回は、まさにですね、令和の野間猫騒動が起きてしまった、みたいな感じで、すごい話題になってるんですね。はい。でですね、今回このことに関してですね、先ほど言ったアイドルの方はですね、どういった発言、批判に関して何と返してるかって話なんですけども、お前らが元ネタじゃねえだろ的なリプが来たりするんですけど、元ネタを名乗りたいわけではなく、ここ数年グループの代表曲として、グッズを出したりメディアで扱われることも多いので、我々以外の誰かが取得してしまった場合、それらが出せなくなるから申請したわけですというふうに、説明したわけなんですね。うん。でですね、商標登録 イコール、商業利用する場合の権利なので、商業利用しない人には使用料も何も発生しませんと、ネット上で使うだけであれば、これまでと変わりないということを案に示したというわけなんですね。はい。まあ、以上がですね、今回のニュースになっております。はい。でですね、僕はこれを知ったときどう思ったかっていうと、いやいや、それはただの言い訳じゃないかっていうふうに思いました。はい。というのは何かっていうとですね、この方が言ったですね、この発言ですね。うん。ここ数年グループの代表曲としてグッズを出したりメディアで使われることが多いので我々以外の誰かが取得してしまった場合それらが出せなくなるから申請したわけですって言ってますよね。うん。つまり自分たちの権利を守るために主張したってことですね。自分たちの作品を守るために主張したと。うん。いやでもそもそもなんですけどその作品のそのワード人の金で焼肉食べたいでしたっけ？このワードはあなたたちの言葉じゃないでしょって話なんですよ。うん。この主張が通るんであればそもそもこのワードのですね発祥ね元ネタ元となったのはこのグループが作ったんだったらわかるんですよね。勝手に自分たちでこのワードを作って自分たちの曲のね曲名にしてここまで自分たちと共に歩んできたのにこれを誰かが商標登録してしまったら使えなくなるからするだったらわかるんですよね。うん。いやそもそもねみんなのものから持ってきたものを自分たちのものとしてやっていてそれがねある程度浸透したからってこれは自分たちのものだって主張するこれは違いますよねって話なんですよね。うん。はい。元が自分が発祥だったらこれは全て通じるんですけども、うん。ね、みんなのところから勝手に持ってきて、ね、だってみんなが誰でも使えるものだったわけと、ネットミームって先ほど言いましたけど、それですからね。うん。ネットミームのいいところは、どんな人でもね、プロアマ問わず、みんなで使える言葉がこれネットミームなんですよ。はい。で、それをいいことに勝手に自分たちを曲名にして、まあでもそれもいいですよ。みんなが言ってることですからね。はい。でも、ね、みんながみんなその言葉を使ってグッズにしたりだったりとかですね、曲名にしたりとかいろいろしてる中、このですね、劇場版ご機嫌帝国さんだけが、それをね、正式に商標登録してしまった。それだったら叩かれて当然のことですよね。うん。だから言ってることが全くですね筋違いなんじゃないかなっていうふうに思います。はい。そしてここ大事なところなんですけども、商標登録イコール商業利用する場合の、権利なので商業利用しない人には使用料も何も発生しませんって言ってるんですね。うん。まあ、つまりそのネット上で別にですね例えば僕がネット上でこの言葉を使っても僕はそれをですね商業的に利用するねしようとしないわけですよ。ただツイッターでつぶやいただけですから。うん。この場合はですね、お金がね、かからないと何も発生しないと。うん。ということは逆に言えばですよ。逆に言えば僕がその商業的に利用した場合、例えば僕が何かしらのグッズを作って、そのグッズのね、キャラクターに、このね、人の金で焼肉食べたいというね、ワードを使おうとしたら、もう僕はね、これ何かしらが発生するわけですよね。きっとお金が発生するわけですよね。うん。ね。いや、それをみんな嫌がってんだよって話じゃないですか。ね。いや、それをみんな嫌がってんだよっていう。うん。今まで、こういう、この言葉は、誰もが使える、みんなのものだったから、みんなでこの名前を使って、自由に二次制作して、いろんなグッズとか、いろんなことをプロンは問わずにやって、それを使ってお金を儲けてきたと。みんなのものだから、それはね。うん。にもかかわらず、ね。それをあなたたちが取得しまったから、今後、みんなが出せなくなってしまう。そこに対して言ってるんだよっていうね。うん。ね。商業的に利用しない人は安心してください。何も起きませんから。じゃなくてっていうね。いや、そうじゃなくて、怒ってるのは、ね。
怒ってるのは僕みたいに商業利用するつもりがない人があなたに怒ってるんじゃなくて、今まで商業利用してきた人たちが怒ってるんだよって、そっちを納得させないとって話なんですよ。うん。むしろ僕みたいに、このね、言葉を何も商業利用してこなかった側からすると、怒ることなんてないですから。だって僕はこれから先この言葉を使ってですね、商売をしようなんて思ってないわけですから。大事なのは、この言葉を使って現在商売をしてる人もいるわけですよ。その人たちから奪ってしまうってことに関してなんですよね。うん。はい。だから僕としてはですね、この方法って正直言ってかなりエグい方法を取ってしまったと思うんで、はい。このアイドルがですね、まあどれくらいの人気なのかわかりませんけども、正直言ってかなりのネットユーザーを敵に回したんじゃないかなと思いますね。うん。で、今の時代ってやっぱね、まあね、テレビとかでもがっつり売れてるタイプのアイドルじゃない場合って、結構そのネットミントの付け方ってすごく大事だと思うんですよね。その辺からやっぱりお金を集めたりだったりとか、SNS で発信してね、ファンを増やしたりとか、もうとにかくいろいろできますから。だからそう考えるとですね、このネットユーザーにがっつりと嫌われてしまうような、こういったことをするっていうのはどうかなって思いますね。はい。僕としてはですね、今回この批判っていうのはどんどん大きくなっていくんじゃないかなと考えております。はい。というわけでですね、今日はこの辺で終わります。この話にですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、あとコメントだったら、ぜひお願いします。どうもありがとうございます。